三好氏は日本の聖氏の一つ。元は虎人系の一族であるが、実際にはくだ系の一族と観族系の一族の二系統が存在する。ただし、後世において二つの系統が結びつけられているものがある。新先生史録によれば、元はくだの即古代王の末裔で、西木武士、後に西木ベレンを名乗った。延暦年間の桓武天皇皇宮に、 西木部姉次、童貞姉という女官がいた。同二十四年頃にその一族が、三好ス宿ネを授けられた。第五天皇の時代に、三好清行が、大学頭、文章博士を務めて参議までいたり、演技三年頃には生を、宿ネから阿蘇に改められた。子として、文章博士、文江屋式武将友文明、僧侶の清倉、日蔵が知られるが、文明の子、同等が、 文章博士になったのを最後に、歴史から姿を消す。類ュフ戦勝によれば、元は、漢の東海王の末裔であった波野氏の子孫で、西木部村首、後に、西木宿根を名乗った。上限2年頃に、三千阿孫の姓が授けられ、その一人であった、三好茂明が、主税頭健産博士に就任し、その子孫は代々産博士を継いだ。 重明の孫の三千以上は、越中国出身の門人伊水溜康氏を養子に迎えた。三吉溜康は三道、紀伝道に通じた学者として多くの著作を残している。その子孫である三千長光以後、代々西音寺家家氏を務めた。地下官人の今、高次家はその子孫とされる。また、鎌倉幕府の初代門中書執事となった、 三好康信もこの一族とされ、子孫として、町野市、大田市、飯吉、市、伏せ氏らが挙げられる。彼らは、鎌倉幕府引付衆あるいは、室町幕府奉行衆として活躍した。三好氏には二つの系統があり、紀伝道を世襲した三好氏と三道を世襲した、三好氏は別系統であったのは、資料等で明らかであるが、後年後者の子孫は、 事故の学識の由来を高く見せるために巧妙な学者、苦行である、三好清之と結びつけようとした。清之の次の世代に、左大使を務めた西木、良介を、三好氏の旧姓である西木武士を名乗った後に、西木宿根を授けられた清之の子とし、その古今連行を、三好重明の父として位置づける系図を作成した。だが、錦木連行の実在性は確かではなく、 実在人物である西木良介と三好紀代、三吉清行三好重明との血縁関係の有無も不明である。また、三好康信がため、安氏の血縁であることは、間違いないと考えられているが、系夫上ため、安氏の子、安信の父とされる、三好康光についての詳細は不明で実際にため、安氏と安信が、どのような血縁関係にあるのか定かではない。なお、後に、 岩見国王地氷越え賞から発したュター号詞は、三好氏の流れとされる。ありがとうございます。